Pow wow yo yippee yo yippee yay guys。 いつもウィークリービデオを見ていただきありがとうございます。今週はスイス防具の透明性と安全性、プルーフオブソルベンシーについてお伝えします。現在この1週間で複数の中央証券取引所が倒産し、テネセスキャピタルは出金を一時停止、我々は激動の1週間を経験しました。本日のビデオでは最も安全な中央集権型アプリケーションを見つけるために、皆様にぜひ知っていただきたいことを焦点に当ててお話ししていきたいと思います。まずはじめに、我々はコミュニティからの信頼を築くためには透明性が重要な要素の一つになると考えており、今回すべてのユーザーに 100% の安全性と信用を再構築するために、破産していないことを示す支払い能力の証明、つまりプルーフオブリザーブ準備金に加えて5ステップのフレームワークも同時に共有することを皆様に報告しました。残念ながらプルーフオブリザーブのみの証明は全体像のほんの一部に過ぎず、信頼を回復するには不十分であり、なぜなら今回のケースのように根本的な原因は外部の関係者によるユーザー資金の使用によるものなので、これはプルーフオブライアビリティによってのみ理解することができるからです。またセルシアスと FTX はユーザー資金を取引しリバレッジを使用していましたが、これはスイス防具は規制当局によって強制されており、このような取引を行うことは一切許されません。次にスイス防具のプルーフオブライアビリティに関しては、我々のスマートイールドや DeFi 収入が該当し、こちらに関してはすでに毎月のレポートを通して 100% 透明化されています。また透明性の観点では、その会社がどこに拠点を置いているかを理解することも大切です。本社がどこにあり、チーフや役員はどこで勤務をしていて、チームは信頼できる国にあり、厳格な管轄で監督されているのか、こちらも理解する必要があります。皆様もご存知のように、スイス防具の本社はスイスのロザンヌに構えており、私たちのオフィスは常にオープンであり、コミュニティの方も多く訪問してくれています。また我々の CEO、CFO、CCO、CTO はスイスに拠点を置いており、規制の厳しいエストニアにはコンプライアンス最高責任者とチームを持ち、その他ポルトガルと英国、フランス、日本にもチームメンバーがいます。また今回の FTX に関してはバハマに本拠地を登録しており、もちろんオフショアの中には信頼できる国もありますが、信頼できるプラットフォームを選ぶ際には厳しい規制当局を持つことと拠点地は非常に重要だということも理解する必要があります。次に経営陣の経歴やどのようなチームで構成されているかについても理解する必要があります。こちらのページでは経営陣の経歴が確認できますが、私の場合は15年以上にわたって資産管理、資産運用に携わってきた経験があり、アラミス、セコイアセットマネージメントで投資管理プラットフォームの責任者及びシニアヘッジファンドアドバイザーを経験し、ストレステストに必要なリスク管理を学んでいることも理解できます。また CSO のアントニーにおいては JFT ブローカーズはじめ様々なフィンテック企業や銀行、ヘッジファンドで勤務してきた経験があります。我々の COS チーフオブスタッフはピクテや JP モルガン、一流のプライベートバンクでの経験があり、 CTO は経験豊富なエンジニアであり、スタートアップから大企業に至るまで優れたソリューションで技術的な仕事をしてきた素晴らしい実績の持ち主でもあります。このように誰を信頼するかは非常に重要なポイントであり、会社のミッションを理解した上でどのようなチームで構成されているかを理解することはとても大切なことです。次はライセンスに関してです。私たちは仮想通貨取引所としてフィアットやクリプトの保管や取引を行うためのライセンスを取得しており、このカストディ条件において
当社はユーザーに資金を保管するための技術的なインフラを提供し、ユーザーの資金を利用することはできないと明確に定められています。また私たちはユーザーのアカウントと私たちのアカウントを分離しており、私たちが決して資金に触れることがないよう、第三者の最も信頼できるカストディセキュリティ企業ファイアーブロックスとも提携しています。なお、万が一スイスボーグが破産する最悪の状況があった場合でも、スイスボーグはカストディの所有をしていないため、ユーザーは資金を回収することができます。以上、スイスボーグの透明性と安全性、プルーフ・オブ・ソルベティについての紹介となりますが、こちらの詳しい詳細についてはレポートでもお伝えさせていただきます。次に CHSP に関するデータです。こちらのデータを確認していただくと、先週と比べてスイスボーグトークン価格は下落しましたが、新規プレミアム加入者数は141名と先週より100名増加しており、 CHSP ホルダー数は7日間で1000人以上増えていることを示しています。最後にコミュニティインデックススコアの発表です。今週は 8.9 です。トークン価格とソーシャルメディア以外は成長し、改めてどんな時もスイスボーグを信じ世界に発信してくれているユーザーの皆様に感謝いたします。そして私たちは透明性を保ち、資産管理を民主化するという我々の最大の使命を達成するために、今後も最善を尽くしていきます。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また来週も皆様にお会いできることを楽しみにしております。 We had a dream 5 years ago and look what happened. Raised $52 million from 24,000 individuals from the four corners of the world. Launch the first crypto app to educate the world. Released the Swissborg app, serving 700,000 community members. The CHSB token hits unicorn status with $1.4 billion market cap. Swissborg ranks top 5 DeFi players in the world. All of this thanks to you, the best community in the world. If you want to take part in the next 5 years, hop on.